公開された白麗は全長118メートル、幅19メートルで275億円をかけて建造されました。最大2000メートルの海底を400メートルにわたって掘削できるほか、無人潜水艇を搭載し海底や海中の映像が撮影できます。所有する金属鉱物資源機構では年間の運用費として65億円を予定しています。世界各国の資源獲得競争が激しくなる中、レアメタルや次世代のエネルギーとして期待されるメタンハイドレートなどの探査で活用が期待されています。